大阪市立13小学校は、大阪府大阪市淀川区にある公立小学校、阪急電鉄13駅の東側を校区とする。1922年に、上密神城高等小学校の分校として発足し、1926年に、独立校となった。その後児童数の増加により、大阪市木川神城小学校を分離している。2000年代時点では、 一学年一学級の小規模校となっている。学校所在地周辺は大正時代まで西成郡上密町に属していた。上密町では大阪市街地の北部に近接する地理条件であったことに加え、13駅の開業などにより人口が増加し住宅地へと変化していった。そのため上密町大あざ小島に1922年7月5日、 西成郡上津神城高等、小学校小島分校を設置した。この時に設置された、小島分校が、現在の13小学校の前身となっている。上津町は1925年に、大阪市に編入された。上津町大和小島は、東淀川区13東の町へ改称したが、引き続き、小島分校と称した。編入後の1926年12月に、 小島文校が独立し、大阪市13人上小学校として開校した。さらに、児童数が増加したため、1936年11月1日付で、木川を校区から分離し、大阪市木川人上小学校が独立している。1941年には、国民学校令により、大阪市13国民学校に改称した。太平洋戦争の選挙区悪化により、 大阪市の国民学校では1944年以降、学童疎開が実施されることになった。学童集団疎開は、各行政区ごとに疎開先の府県が指定された。東淀川区の小学校では、大阪府北摂方面が疎開先として割り当てられ、13国民学校では、大阪府豊野郡南と島村、中都島村に集団疎開を実施した。学童は、 終戦後の1945年10月まで続いた。1947年の学生改革により大阪市立13小学校となった。2009年末には新校舎が完成し、2010年1月より使用を開始している。ありがとうございます。